すごい弾きまくり。どうも、プチプラのじゅんです。今回はですね、無印良品で神 T 見つけたんでご紹介していきたいと思います。最近ですね、無印良品にハマっている、なんかちょっと調べてたんですよね。そしたらなんかめっちゃいい商品あるやんということで、大型のね店舗に行ってまいりました。兵庫県の神戸にある海へっていうなんかモールがあるよ。そこにねめっちゃでっかい無印良品があるんで、そこへ行きまして、合計4点購入、1万2000円分ぐらいね購入してまいりました。今回ですね、めっちゃかっこいいおしゃれな服プラスちょっと食べ物とかもね買ってるわけなんですけど、無印ってこんなおしゃれな服あんのみたいな、ちょっと舐めれた感じはございます。なんか僕全然知らなかったんだけど、その無地ラボって言うんですか、その商品が超かっこいいんですよ。ということで一個ずつご紹介していきたいと思います。まず最初に紹介する神 T がこちらでございます。広げてみるとですね、シルエット見ていただきたいんだけど、こんな感じで結構オーバーサイズなの。サイズ XL サイズで、このかっこいいシルエットやばない？ドルマンスリーブっぽいような、そんなシルエットになるのかな。身幅も余裕あって、裾でサイドスリットとかではないんですけど、ちょっとこうすぼまっていくような感じ。ほんとタコみたいだよね。あのカイトみたいな感じ。正月に飛ばすなんかほんとにねカイトみたいな、そんなシルエットなんだけど、着てみたらねバチバチにかっこいいんですよね。こちら男女兼用で着用いただけます。そう、商品ページ見てて超かっこいいやんって、モデルさんが着用してるってのももちろんあるんだけど、これシルエットやばいやんって、無印にこんなかっこいいシルエットあるんやってちょっとびっくりしたやつ。無印良品最近いろいろ調べてたら T シャツもねなんかいろいろあるんですよね。価格帯も990円ぐらいのやつもあれば、まあ、3000円ぐらいのやつもあるし、ちょっと高いやつもあるわけですよね。なんか UV カットだったりとか、ほんとユニクロとはちょっと一味違うような T シャツも売ってある。こいつは特にデザイン性、そして機能性にね、優れたアイテムなんですよね。というのも、こちらがですね、無地ラボの商品でございます。で、無地ラボって何なんて話なんだけど、性別、年齢にとらわれず着られるワードローブ、シーズンごとのテーマに基づいた素材やシルエットの実験によって、新たな服を再定義している。だからほんと、素材もすごいし、シルエットもすごいよね。実験的な服を作ってらっしゃる。ここから未来の無印良品のスタンダードが生まれますなんやって。ただね、一般的なその無印の服よりも価格もやや高めとなっております。2024夏ではさ、風を通す UV カットのアイテムもあったりとか、でさらに撥水機能に特化した服だったりとか、さらに風を通す素材だったり、すごい挑戦的なんですよね。で、こいつに関しては、撥水性のある素材となっております。シルエットめっちゃかっこいいのは分かったと思うんだけど、素材もすごいんですよね。近くで見るとこのような感じとなっております。ポリエステル 100% でちょっとね肉厚な素材になってんすよ。張り感のある素材、ほんとね好き嫌い出そうなんですけれども、1枚で様になる T シャツ。厚がりの人はもしかしたら厚ってね感じる方もいるかもしれないけど、まあ肌にピタッとひっつくような感じじゃない、結構こうゆとりあるようなそういうシルエットなんで、そこまで厚すぎひんかな。なんかほんと着ててめっちゃ楽なんよね。スウェット着てるような感覚。でもなんかこう高見えもするんよね。生地に張り感があるから。メイン 100% の T シャツもね、もちろん好きな方いっぱいいると思うんですけど、まあ弱点といえばシワになりやすかったりもするじゃないですか。これポリ100なんで、全然シワにもなりにくいんですよね。で、撥水機能優れてるいうことなので、ちょっと水かけてみたいと思います。参りましょう。うわ、弾いてる、ポタポタポタ、めっちゃ水弾いてる、すごい弾きまくり。なので梅雨の時期とかいきなり雨降ってきても大丈夫。綿の T シャツはもう全部吸収するやん、雨とかね。でもこいつだったら大丈夫。海行った際とかもね、もしかしたらいいかもしれんよね。で、僕がこれに惚れたのはディテールなんですよね。シルエットもまあ素材もいいなと思ってたんだけど、商品ページじっくり見ててディテールやばと思って、まずですね、この後ろなんだけど、タブみたいなのついてるやんか。
めっちゃ可愛くない？これがね、可愛くて、ちょっとね、惚れた。なんか、ムジラボの商品って、この後ろっ側、首後ろのところにタグついてるのが特徴みたい。マルジェラだったら、点点点点みたいな、4つね、点があったりするんだけど、ムジラボはこれがね、特徴でございます。で、背中のところよく見ると、ここで塗った跡があるんですけど、この縫製もめっちゃオシャレじゃない？首周りもですね、こんな感じで、ボートネックみたいな感じになってるんですよね。少し広めな感じ。僕タンクトップ着てこの T シャツ着るとタンクトップちょっとチラ見えするぐらい結構首周り空いてるんですよね。で、首周りのここの縫い目もね、浅めな感じ、細めな感じでちょっと上品なんですよね。あとね、袖のところ見ていただきたいんだけど、普通 T シャツってここで縫ってやったりするやん。あとラグランスリーブだったりすると思うんだけど、縫製がどこにもないんだよね。すごくない？1枚なんだよね、表1枚で、ここで塗ってる、みたいな、変わった縫製の仕方で、もうこの辺のディテールにね、めっちゃ僕は惚れちゃいましょ。デザインシンプルでミニマルなんだけど、細かいところめっちゃオシャレっていう。ちなみにですね、無印とかのロゴはね、基本的にないんですよね。サイズ XL の表記あるぐらい。で、左下のところよくね、タグついてるかなと思うんですけど、印字されてるタイプですね。だから肌面にすごくね、優しいですよね。シルエットも完璧だし、素材もめっちゃこだわってるこいつ。いくらすんのって話なんですが、こちら。4,990円。まあね、高いっちゃ高いよね、普通に考えて。ユニクロだったら2000円でエアリズムごとオーバーサイズ T シャツとか買えるんよ。もうそれに慣れてるんで、5000円の T シャツちょっと高ないって思ったんだけど、やっぱテンションぶち上がってね、惚れてね、買っちゃいましたわ。君の名はっていうことなんですけども、こちらの商品名、撥水二重編み半袖プルオーバーとなっております。男女兼用。サイズのね、展開も XS から XL サイズまで。オンラインの方だとブラックカラーが超人気で、S しか今ね、残ってないんですけれども、店舗に行ったらね、結構置いてあると思うんで、ぜひチェックしていただきたい。そう、なんかオンラインで買うのちょっと勇気いるなと思って、5000円だろう。素材どんな感じだろうで、ちょっと不安になったんで、僕はその、神戸のね、海へまで実際ちょっとね、見に行ったわけなんですけどね。ムジラボは、全国の店舗にあるわけじゃないんで、ご注意ください。で、カラー展開他にも、ライトグレーとか、アイボリーカラーもございます。僕のおすすめはブラックカラーでーす。購入アイテム2点目いきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん、ショートパンツとで、これ実はですね、さっきの T シャツのショートパンツバージョンなんですよね。商品名が撥水二重編みショートパンツでございます。二色展開、このアイボリーカラーとブラックカラーございます。あ、黒のショートパンツでもよかったんだけど、まあ、黒のショートパンツいっぱい持ってるしなーと思って、そう気分変えてみたくて、このアイボリーカラーにしてみました。まあ、後ほどコーディネートもご紹介するんですけど、白のパンツに黒のトップス合わせてもね、めっちゃ可愛いなと思って。で、まずシルエットなんだけど、カーゴ仕様になってるんですよね。サイドにポケットがついている。これがね、また可愛い。これがなかったら結構ね、シンプルすぎるんだけど、サイドポケットがね、良かったですね。で、アイボリーカラーいうことで、真っ白でもないんですよね。ちょっとこう、ベージュ味のある、そんなカラーとなってるんで、コーディネートはしやすい。素材に関してはさっきの T シャツ同様ですね、撥水機能もあるし、結構肉厚な素材となっております。T シャツに関してはなんかそんなにね、気にならなかったんだけど、ショートパンツに関してはちょっとスポーティーだなーっていう、そんな印象はあります。まあ、黒色買っとけばそんな思わんかったんかもしれんけど、悪く言うとクラブのジャージーみたいな、そんな感じは否めんなと。ナイロン素材、例えば今履いてるような、ナイロン素材とか綿の素材だったらもっと張り感があって安心感はあると思うんだけど、ちょっとこれカジュアル味がね、強い、スポーティー感が強いなーっていう印象はございます。まあ、家着で僕着ようと思ったんで、買ったんですけどね、これ。あとディテールもチェックしておきましょう。ウエストがね、ゴムになってて、後側に紐ついております。で、ちゃんとポケットもね、両サイドついてるし、後ろ側にもついております。でね、このサイドのポケットなんですけど、よく見ると穴が開いてるんですよね、ここ。こことここ穴が開いてるんですけど、これもね、デザイン的に可愛いし、なんで穴開いてんのって話なんですが、水の刷毛がいいから、こういう構造になってるみたい。だからその川登り、
川とかで遊んでも大丈夫だよね。海とかで遊んでも水弾くし、この中に水が入っても水が出ていく、ハケがいいということで、結構アクティブシーンにね、向いてるような、そんなアイテムかもしれない。このサイドのポケットに関してもさ、内側がメッシュだったりするんで、ほんとスポーティーなアイテムだよな。で、気になる価格なんですが、こちらなんと、5,990 円、高えーっていうね。めっちゃ高いな、ムジラボって、正直思いました。でもまあまあ、素材も気に入っちゃったし、デザインも好きだし、ムジラボ初挑戦で、ちょっとテンション上がってしまってるんでね、6000円だけど買っちゃったん。購入アイテム、3点目、こちら、じゃじゃん、下着でございます。これ去年も買ったんだけど、前開きのトランクス。これ涼しくてほんと快適なんですよね。無印ということで、まあ、どこにもロゴないし、しかも無地、変な柄とかも入ってなくて、めっちゃいいんだよね。XL サイズ広げると、こんな感じですね。いろんなカラーあるんだけど、このね、グレーカラー結構好き。素材は、綿とね、再生繊維ということでですね、着た際にややひんやりとするような、そんなね、肌感覚なんですよね。生地薄めで、この春夏にねほんと最適なやつ、股間のね蒸れが起きにくい超おすすめのアイテムでございます。無印のやつ履いてて、なんか蒸れとかあんま感じたことないんで、これは毎年ね買っちゃうやつでございます。価格790円でお買い得。ラスト購入アイテム4点目、こちら、じゃじゃーん、食べ物買ってみました。素材を生かした牛すじカレー1人前、確かね290円ぐらいです。週に 3,4 回こういうレトルトカレー食べるんですけども、無印もなんか種類がいっぱいあってちょっと気になって買ってみました。で、辛さもなんかいろいろございまして、甘口もあるんよ。子供が食べても大丈夫なカレーもあるし、ちょっとこう辛いの好きな人、めっちゃ辛いのもあるんよ。こうバリエーション豊富でね、おすすめ。で、温め方は器に移して電子レンジでチンもできるし、お湯で温めることもできます。ということで、最後にですね、こちらの購入アイテムを使ってコーディネート行ってみましょう。1コーデ目、買ったショートパンツと T シャツ着てみました。こんな感じで白黒のコーデも可愛いですよね。まあ、両方ともポリエステルの素材なんで、まあ、スポーティーっちゃスポーティーではあるんですが、家着にも持ってこいやし、こんな感じでスニーカーだったり、カバンとかアクセサリー合わせたら、まあ、全然外着でもいけるのかなと思います。色も無彩色カラーだし、そんなカジュアルはしてないのかな。で、T シャツなんですけど、シルエットめちゃくちゃかっこいいくらいですか。しっかりと腕をカバーしてくれる、肘よりもちょっと丈長めな感じなんで、まあ、ガリガリの方とかぽっちゃりの方が着ても体型カバーできちゃうんですよね。首周り結構空いております。着丈もね XL でお尻半分ぐらいかな。ちょっとデザインだったり素材がね、ほんと好き嫌い出やすいアイテムではあるんですけど、僕的には無印良品の認識が覆ったヤバ T なので、もう神 T と言って過言ないかなと思います。で、ショートパンツなんですけど、これもね身長177センチのワイが着るとちょうどいい感じなんですよね。 XL なんで、まあ、ウエストはガバガバなんですけど、おへそぐらいに紐の位置持ってきて、膝が少し隠れるような、そんな丈感となっております。サイドにポケットが付いてて、まあ、デザインアクセントになるんだよね。通行で目、デニムと T シャツ合わせてみました。めっちゃかっこいいくない？ T シャツがめっちゃかっこいいんで、ほんと1枚パッと羽織るだけで決まるんですよね。生地ペラペラだと体のライン拾ったりすると思うんだけど、この T シャツはしっかり肉厚で張り感があって、で、高見えするんで、1枚着るだけでバシーンって決まるんよね。デザイン性もすごくあるやんか。首後ろにタグがあったりとか、ゆったりとしたオーバーシルエット、めちゃくちゃかっこいいんですけど、次ちょっと綺麗めなコーデしてみました。こんな感じでワイドめのスラックスにタックインして、カーディガン羽織ったちょっと綺麗めコーデなんですけど、インナー使いもできちゃうよね。ちょっとハリー感強かったりするんで、シャツとの相性あんまり良くないかもしれない。長袖のシャツ着るとちょっとゴワゴワっとした感じになるんですけど、まあインナー使いもできるかなと思います。こうタックインしても、まあ、腰回りそこまでゴワゴワしないかな。カーディガン脱ぐとこないな感じで、まあタックインコーデも普通にかっこいいんですよね。で、もちろん T シャツアウトにしてカジュアルに着ても
普通にかっこいい。全身ブラックのコーデもね、普通に決まる。なんか真っ黒じゃないんだよな。少し墨黒っぽい感じ？少しダークグレーっぽいような、そんな色味かなと思います。次、黒のショートパンツと合わせてみました。ちょっとセットアップっぽい感じだね。スニーカー履いたりアクセサリーつけたら、そんな子供っぽくならないのかなって思います。いや、この T シャツ万能すぎじゃない？長ズボンでもショートパンツでも全然いけちゃう。インナー使いもできるし、1枚でも様になる高見えアイテム。はい、続いて白のショートパンツでカジュアルめなコーデしてみました。ユニクロのUT、これミッキーの黄色の T シャツなんですけど、まあ、夏はこんなんでもいいですよね。暑かったら白のパンツに T シャツだけでもいいのかな。ちょっと子供っぽくならんようにカバンだったりとかちゃんと靴とか履いてあれば全然外着として使えるかな。でもうちょい綺麗めなコーデするとこんな感じ。長袖のセーターサマーニットとか合わせてやるともうちょい綺麗めな印象になるのかなと思います。以上今回はここまでです。ぜひね参考になりました。高評価チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。